と三振を取りたいというふうに目標を、持っていましたので、8個取れたことはすごく嬉しいです。6試合ぶりの勝利となったわけなんですけども、9回まで投げたいという気持ちはあったんでしょうか、いかがですか。そうですね、正直、監督はまだしたことないので、もしかしたらという気持ちはありましたけど、後ろに、頼もしい2人が待っていたので、安心して任せることができました。投手、武田久志投手のピッチング、改めてどのようにご覧になっていたんですか、今日は。毎回、本当に僕が勝ち負けになっている時は助けてもらっていたので、今日も、安心して、やりたいと思いました。